今年関西大学を卒業した島田春さん。コロナで自粛を迫られた学生生活、最後にこれだけはやっておきたいと思うことがありました。学生で環状線を一日で清掃しきるっていうふうなことをしっかり最後やり遂げたいなと思ってます。島田さんは1年生の時に全国の学生が参加するボランティア団体に入り、今年は代表を務めています。所属するイビウサは30年前に東京の学生が立ち上げ以来、13万人以上の大学生が災害救援や環境保護といったさまざまな活動を続けてきました。実績が評価され、内閣総理大臣賞など多くの受賞歴があります。今回環状線のプロジェクトでリーダーをさせていただいております、大阪吹田クラブ4年の島田春です。よろしくお願いします。イビウサが今回取り組んだのは学生250人を集め、大阪環状線を一周する清掃活動。町のゴミ拾いでも SDGs につながることを訴えたいとメンバーの思いがまとまり、この日ゴミ拾いに参加する学生らに向け活動の意義を訴えました。ただただ今回環状線をスポットで見るんじゃなくて、点で見るんじゃなくて SDGs の達成のために、じゃあ次どういうふうにつなげていこうかとか、もっともっと大きな活動にしていくことで、よりそういった貢献度を増していきたいなというふうに思っています。環状線を一周するっていうのがとても魅力的というか、発想が面白いなって思って。僕今日は長崎県から来ました。もっと活動をより良くするにはどうしたらいいかみたいな感じのことを考えて、下見に2日前に行って、当日に向けてとても緊張している。大変だな。やばいっす。でも春さんラストなんで、ちょっと失敗するわけには。せやな、頑張ります。せやな。でもほんまにちょっと頑張るんで、うん、みんなが楽しめるような。いや、めっちゃ楽しみやな、最後。こういう植え込みのところとかにも結構たくさん捨てられてるのが多いかなって感じですね。島田さんは当日の清掃ルートを決めるため、これまでに環状線を7周以上回りました。代表として熱心に活動に取り組む島田さん、高校時代の先輩の勧めでイビウサと出会いました。たまたま行った活動が琵琶湖で外来水草の除去する活動やったんですけど、水面が真緑やったのに全部取れて、めっちゃ綺麗に水面が見えてた時にめっちゃ達成感あるなっていうふうに思って、そこから環境保護の活動って面白いなっていうふうに思うようになって、ちょっとその問題を知ったからには、なんかそれに対していや知りませんみたいなふうにするのは違うなっていうふうにもすごく思うようにもなって。世の中の課題に取り組む楽しさを知ったものの、その後はコロナによる自粛でもどかしい日々を送りました。今回はメンバーと挑む最後の活動、まさに学生生活の集大成です。今回のルートは環状線の周りおよそ24キロ、朝の8時から夜の8時までおよそ12時間かけて回ります。今回ミッションカードのアイデア出しをやろうと思います。イエーイ。ゴミ拾いを楽しんでもらおうと、たこ焼きを食べるやみんなで写真を撮るなどのミッションを用意。もう一度やりたいと思ってもらうための工夫です。社会課題ってすごいちょっと気難しそうとか意識が高そうって思ってる人多いと思うんですけど、すごく楽しそうに活動してるなっていう風な姿を見せることで、社会課題に取り組む人を増やしていけたら自分としてはすごくいいなと。ハルさんをはじめとした4年生の皆さんは最後の活動になると思うんですけど、皆さんがいい思いで卒業できるように絶対成功させたいなって。そして当日、総勢249人が全国から集まりました。事前にメンバーが考案したミッションカード。このチームは海外から来た人と仲良くなり、
一緒にゴミを拾え。午前8時、いよいよスタートです。やっぱりタバコが多いですね。うん、タバコ。マスクそのまま落ちてたりとかありました。なんか今のコロナ情勢だからこそのゴミかなって感じがします。一方、先ほどのミッションカードをクリアしようと試みるチーム、そこに前から外国人の集団が。チャンスと思いきや、話しかけることができず。次はマジ、次絶対行こう。次絶対行こう。マジで行く。しかし、その後もなかなか勇気が出ず。通天閣の麓でようやく狙いを定め。その後も沿線でのゴミ拾いは続き、12時間の清掃活動は無事終了しました。ゴミは119袋も集まり、なんとソファーや椅子など大型のゴミまで。お疲れ、ハル。お疲れ。今回こうやって環状線でゴミ拾いをするってことで改めて知れた側面やったりとかもあったと思った時に、なんとなくゴミ問題って問題になってるのは知ってるけど、知ってるだけで終わらすんじゃなくて、実際に一歩踏み出してみるっていう風な姿勢はすごく大事だなというふうに思いました。大学生が挑んだ SDGs の取り組み、一人一人の行動が目標達成へとつながります。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報。